るんですよね。体重も多くなるし、はい、佐藤から左です。田所2人でプレッシャーに行きます。今日はしっかりと京都は守備から入ってますね。そうですね。布部監督は今日は横浜 FC とシステム的にちょっとミスマッチが生まれるのでサイド攻撃を使いたい、まあ、負けているチームではありますけれども練習ではかなり大きな声が出ているんだとそう話しました。ファールがありました。はい、そしてその京都の野辺監督なんですけれどもやはり横浜 FC の印象については今というターゲットがいるとそこを起点に攻撃を仕掛けてくると話しました。またですね特に左サイドの攻が攻撃的なのでサイド攻撃にも注意したいというふうに警戒しているんですよね、はい、そしてロングボール